こんにちは、ひろかです。本日は丸の内からお届けしていきます。なんと23日まで丸の内で J リーグのイベントが開催されております。こんな感じでスタグルがですね毎日出ているみたいなのでぜひ行ってみてください。そして明治安田生命の中にですねこのようにいろいろと展示物があるんですが、こちらはちょっと浦和の選手がいなくてショックなんですけれども、はい、たくさんのねマスコットのぬいぐるみたちがございます。なぜサヌピーがこの大きさなのか謎ですね。そしてかっこいい白黒写真でございます。皆さんかっこよかったです。で、小腹が空いたので近くでアイスクリームを食べて、テーブルもねちゃんと J リーグ仕様になっておりましたよ。そしてなんと毎週末ですねマスコットがやってくるみたいなので、ぜひ13時14時15時それぞれ20分ずつですねマスコットが挨拶にやってまいります。ツーショットは撮れないんですけど、いろいろとパフォーマンスをしてくれるのでね、リベルも帽子が取れてしまったり、ゼルビーさんはね勝手に出て行ってしまったりと、まあ自由気ままなマスコットたちでしたが、というわけで浦和美園に着きまして、早速浦和ポイントさんでビールをいっぱい飲みます。今日はもう筋トレランニングサウナに行ってね、ちゃんとお腹を空かせてきましたので、ペコペコの状態で飲むビール超絶美味しいです。まあアイスは食べたんですけれどもペコペコだったんでね。フードなんですけれども、今日は再下横丁にたくさんいろいろね新しいところが出ていると聞きましたので、そちらで食べるということで我慢をしてスタジアムの方に向かいます。なんとこの日はですね血管年齢を測れるブースがありまして、チャレンジをさせていただきました。ドキドキの瞬間です。血液ドロドロではないのかととっても心配だったんですけれども、見てください、18歳でしたよ。私今年30になるのに12歳もサバを読むことができると、ビールを飲んでも大丈夫ということが判明して、今後も安心してビールを飲むことができます。そして見てください、久しぶりじゃないですか、レディアさんちゃんと働いてますね。今日も中に行きますと埼玉マラソンのブースがありまして、2月にねあるみたいなのでぜひ私もエントリーします。そしてこちらにもマスコットたくさんおりました。今日はちゃんとユニ着てますね。で、サイスタ横丁の方に向かいまして、今日はこんな感じでいろいろお店がございました。まずはねまだアイスとビールしか食べていないので、早速冷やしラーメンいただきます。ちょっと動画撮るの下手くそなんですけれども、とっても美味しいラーメンでございました。そして削りいちご買ったんですけど、動画撮るの忘れてしまいまして、1000円のおつまみセットも買って席の方に向かいます。さあ行くぞ。
帰りにこちらのチラシをいただきました。10月28日鹿島戦とても楽しみです。皆さんもぜひぜひ行きましょう。引き分けがとても悔しいんですけれども、明日ね大事な天皇杯ありますので、しっかり応援を頑張ります。というわけでご視聴ありがとうございました。